はい、どうも、岡崎の主です。本日はですね、応募していたディズニーつむつむスタジアムがベータテスト当選したという連絡が来てましたので、インストールしました。まあ、13日のですね、11日から開始となっておりますので、たくさん遊んで皆さんに動画をお届けできればなと思っております。それでは11時まで、しばし、お待ちを。それではつむつむスタジアムスタートしていきたいと思います。まあここはですね、ちょっとチュートリアルなんで見ていきましょうか。皆さんはベータテストいかがでしょうか？当選した方どれぐらいいるんでしょうね。よく見る YouTuber はほとんどの人が当選してるようにも思ったんですけど、どうなん？ YouTuber 以外の方、お、スキル2つ、いいじゃん。で、プルートのスキルでバブルが出たよ。バブルをタップしよう。よいしょ。おー、なるほどね。2つつけれるのいいね。チュートリアルステージをクリアしましたと、ありがとうございます。マイツムの組み合わせによってプレイが変わるよ。今回はお試しで、喜びとラプンツェルを使ってみるよ。喜びのスキルを使ってみよう。喜びのスキルのおかげでラプンツェルのスキルが溜まったね。へえ。はい。そうするとラプンツェルはめっちゃ消したな、おい。へえ。面白い面白い。つむつむバトル。50人のプレイヤーたちのスコアを競って最後まで勝ち残ろう。1位のプレイヤーと差が開くとレッドゾーンに突入。あ、脱落しちゃうよと。で、1位を目指そう。1位になると何がもらえる？やってみましょう。はい。10秒以内にスコア上げて抜け出さないと脱落しちゃうよ。制限時間は30秒。生き残って1位を目指そう。それではスタート。ああ、消せない。フィニッシュフィニッシュ。これは1位なんだうまくつなげれなかったけど、とりあえず、まあチュートリアルだしね。はーい、クリアしました。ありがとうございます。じゃあまた報酬をいただいて、オールクリア。なるほど、ポイントアイテムをもらえましたという感じですね。つむつむバトルリーグに挑戦してリーグランク上位を目指そう。リーグランクはここでチェック。リーグポイントのゲージを貯めて上のランクを目指そう。このボタンを押すと報酬などの詳細が確認できるよ。なるほどね。ああ、プレイボーナス50から 70% アップ。おー、リーグランクごとに獲得できるコインボーナスはここでチェックできるよ。そして挑戦できるミッションがあるんだ、うん、はい。じゃあちょっとプレゼントをもらってみましょう。はい、ということで42000円貯まったのでガチャ引いてみたいと思います。何が当たるか。おお、なんだろうなんだろう。いいね。あっと、なんか弱そうじゃない。少しの間画面上のツムが3人の騎士のツムに変わるよ。だそうです。よいしょ、パンチートが当たりましたね。じゃあパンチートを設定していきたいと思います。お、50人集まる。50人集まってのバトルと。なるほど。で、こうやってできるんだ。頑張るぜ、いいって。へえ、テキスト。おお、なるほどね。で、集まったら本当にバトル開始と。なるほど。ああ、これは忙しいぜ。これは忙しいぜ。三重心に変わって、あ、あーな、めっちゃ一瞬、ほんの一瞬。なんやこれ、ほんの一瞬じゃん。このスキル上げないとダメってやつ、もしかして。
どうやってやるんだろうな。かなり難しいね。難しいよこれは。難しい。なるほどね。よいしょ。3位、今のところ3位で、よいしょ、今のところ3位か。これアイテムを使わないとやっぱり1位は無理なのかな。フィニッシュ1位、同点ということ。あー、2位なのか。残念、最後の差がちょっと、あとちょっとだった。2位でした。ありがとう。ランクボーナスということで、リーグボーナス、おお、1回で1000もらえるという感じなんですね。ありがとうございます。パーティータイム、何これ。パーティータイム10分間コインボーナスが発動。ほう、コインボーナスが発動。これ頑張れということですか。頑張れということですか。どういうこと。さあ行くぜ。うん、これさ結構集中力いるよね、こうなってくるとね。うまくいかない、うまくいかないよ。やばいやばいやばい、よいしょ。本家のツムツムにいないキャラクターもいるし、なかなか難しいかもしれない。慣れてないキャラクターが多い。今のやつはどうやってパンチーノをうまく使うにはどうしたらいいんだろう、全然わからん。パンチーノをうまく使うにはどうしたらいいんですか。うまく使うにはどうしたらいいんですか。どなたか教えて。よいしょ。うわー、全然うまく消せへん。パンチーノむず。あっという間に変わりすぎやろ。一瞬だよ一瞬。一瞬が命取りですよ、パンチーノの場合。フィニッシュ。さあ今回はこれはもう1位。おし、1位、やった。よーし。難しい、難しいというか緊張する、めっちゃ緊張する。ランクボーナスありがとう。リーグボーナスで1260。パーティータイム、おお、めっちゃ増える。3000じゃん、3000も増えるじゃん。ありがとう。ちょっとこれチケット使ってみるか、全部。よし、ものは試しやってみるぜ、よろしく。これ本当にプレイヤーとやってるんですよね。結構ハラハラドキドキって感じで楽しい、めっちゃ楽しい。集中力が必要ですけどね。さあ50人集まりました、やっていきましょう。レディーゴー。ヘイヘイ、真剣になりすぎて喋ることがおろそかになってきましたねおろそかになっちゃいますよ。さあどうだどうだ、せっかくアイテム使ったんだから1位がいい。1
地位がいい。パンチーノ。よいしょよいしょよいしょ、うまくいかん。さあ、ああ、うまくいかんねえ、やっぱり。三つ目がうまくいかんかな。見つけせないなあ。タイムアップ。さあ、今回は、1位、よし。ありがとう。まあ、せっかくね、アイテム使ったからね。これは1位になっていて欲しかったところなんで、よかったです。さあ、プレイタイム、おお、5700、これはすごい、ありがとう、これはやったーって感じ。うん、リーグミッションクリアと。塩、これ塩消すことって言って、あ、何、一回使うと何分間かってできるんだ。あ、これはなるほどね、こういうことですか。いいじゃんいいじゃん、頑張るぜ。ちょっと動画長くなっちゃってますけど、めっちゃ楽しい、これやばい、楽しいですね。いや、ぜひ本番ね、このテストが終わって本番のアプリがリリースされたら、ぜひ皆さん入れた方がいいです。これめっちゃ楽しいんで。さあ、あと4秒。さあさあ、1位か2位か、どっちだ。よし、あー、負けたー、残念、負けたー。2位でした。ランクボーナス、リーグボーナスのパーティータイム、いいね。これパーティータイムありがたいね。はい、レベルアップです。レベル5になったんで、あれだね、このパンチーノが上限になりましたね。解放2000コイン、はい、ありがとうございます。さあ、こちら何があるんだ。あ、先ほどのリーグのミッション報酬と。さあ、パーティータイム5分間、なるほどね、まあ、パーティータイム、これが最後かな。じゃあこれを終わって今日は終了していきたいと思います。最後に1位取れるか、アイテム、ノーアイテムですからね、1位取れるかは難しいかもしれませんが、このマスという方とすごい争ってる感じですけど、頑張っていきたいと思います。レディーゴー。うん、難しいぜー。やっぱりね、一番初めはアイテムというよりも、あれか、住むのが育ってないから、その分ちょっと苦労しますよね。さあ、6位、今6位です。さあ、あと残り何秒だ。残り1秒、ああ、終わっちゃった。4位。いやあ、かやん。4位でしたね。ノーアイテムで4位。すごい1位の人、260万だって。じゃあ最後は6位でしたね。まあさすがにノーアイテムは厳しいという感じですね。さあ、ありがとう、レベルアップ、おー、やった、コインももらえるし、ありがとう。スコアも増えるんですね。お、リーグも14になりました。まとめてもらって、最後にガチャをやって終わっていきたいと思います。それではガチャ、何が来る？シンバ、シンバゲットです。ありがとう。横ライン上に積むを消すよ、スコアバブルが出るよという形でした。ということで、今回つむつむスタジアムはこの辺で終わっていきたいと思います。またこちらのつむつむスタジアムの動画出していきたいと思いますので、ぜひまた見たいという人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。岡崎の主でした。
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。